こんにちは、原町接骨院久松です。今回はパニック発作が来そうな時の4つの対処法ということでご紹介いたします。パニック発作、パニック障害をお持ちの方はね、すごくねこれが起きそうに心配になったり、また何回も何回もこれに苦しめられてきてたってこと多いと思うんですよね。今回ね、そのパニックの発作が起きそうな時、起きそうな時にこうやって対処して発作が出る率を下げようっていう方法をご紹介していきます。4つあります。1つ目です。1つ目はもう心構えの点なんですけども、パニック発作来るなら来いと思ってください。来そうになった時にね、どうしようどうしよう、来ちゃダメ、怖い、ダメっていう風に考えることが多いと思うんですけど、それって NG なんです。もうドーンとね構えましょう。来ないで来ないでって不安になると、余計に脳の方でその不安を感じ取ることにより、もう不安感が強くなって発作が余計に出やすくなっちゃいます。ですから来るなら来いと全然構えます。そしてもうこれはもう脳の誤作動なんだ、そしてこの発作で自分の命まで取られるわけではないとも、ずしんと頭の中構えてください。そういう気持ちを持つことによりその不安感を抑えます。パニック発作っていうのはその未知なる恐怖への不安で、発作が起こることが多いと言われております。ですからもう不安感を減らしていくっていうのがすごく大事になります。ですから来るなら来いで心構えをすごく大事にしてください。そして2つ目です。意識をずらす。これはね、パニック発作が起きそうな時に、そのことばかり考えると、先ほど言った不安感が強くなっちゃいます。ですから、それを考えないようにする。それはもう二つ目の方法で、例えば、電車の中だったらもうスマホゲームをしたりとか、まあ、あとね、まあ、音楽を聴いたり、読書をしたり、などして、このパニック発作に対する恐怖心から意識をずらしましょう。その上でね、このね、来るなら恋的なね、気持ちを持っていただけるとなおいいです。そう、でその意識をずらすというのも大事になりますので、スマホゲームや音楽、読書などしてパニック発作のことを頭から出しちゃってください。それが2つ目の方法。そして3つ目の方法です。笑顔を作る。スマイル、スマイルです。これ例えばもう作り笑いでいいんですけども、もう本当に口角ね、口角をピシッと上げるだけでもいいです。ニコーって作り笑いで笑顔を作るだけ、口角を上げる。そうすることによってどうなるか、笑顔を出すことによって快楽物質、脳のあなたの脳の中で快楽物質というのが分泌されます。快楽物質が出ることによりパニック発作出づらくなります。ですからこのね、笑顔を作るというのも非常に大事な方法になります。そして4つ目は腹式呼吸です。もうパニック発作が起こりそうな時ってもう呼吸がはっはっはっって荒くなっちゃうんですよ。荒くなってしまうと余計に、発作って起こりやすくなります。交感神経が優位になってしまって、ですからここであえて呼吸を大きくする、腹式呼吸を大きくすることによって、副交感神経が落ち着いて、そして、やっぱりこそ出づらくなります。腹式呼吸、背筋を伸ばした状態、そしてあなたのお腹を両手で触ります。そして口から息を吐きながらプッシュします。そして全部吐き切ったら今度は鼻から吸い込みます。そしてまたお腹を手で押して口から全部吐き出します。たら鼻から吸い込むというのを繰り返してみましょう。基本的には落ち着かせるために1分と言ってますけども、発作が起こるそうな時はあなたの気持ちが落ち着くまで1分と言わず2分でも3分でも落ち着くまでこの腹式呼吸を徹底してやっていただいていいです。このね、4つの方法をね、来るなら怖いと思う、意識をずらす、笑顔を作る、腹式呼吸、この4つをねやってみると出そうな時収まることが多いです。
そしてもしそれが収まったら、それはあなたにとって成功になります。この成功、この成功の体験を脳に刻んでください。この成功の積み重ね、それがあなたにとって自信になります。そして自信がつくことによって、どんどんパニック発作というものがあなたから遠ざかっていきます。小さな成功の積み重ねが発作を出さない、それを脳に刻み込ませていきますので、なるべく発作が起こらないように、これで対処法をやってみることをお勧めします。そして、パニック発作を抑える方法、自分でそういう発作が起きそうな時にこれ対処するだけじゃなくて、普段からあなたの体を整えていくことが大事になります。私、そういったパニック発作でお悩みの方を何人も、発作が出ない体にお手伝いしたことがあります。もしあなたがこのパニック発作でお困りでしたら、私があなたの力になります。私の自律神経の整体であなたのパニック発作の回復をお手伝いいたします。もし、興味がある方は下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご相談ください。またもし、遠方の方で来れない場合は、直接施術できない場合は遠隔の施術もありますし、カウンセリングお話しする分にはもう全然、問題なくやらせていただきますので、そういった遠方の方もお気軽に私にご連絡ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。